テレビくんのラジオ。こんばんは、寝そべり族のカリスマテレビくんです。よっまっしゃい。本日は無職が仕事復帰した結果というテーマで話していきたいと思います。去年の11月から3ヶ月無職でほとんど家から出ずにのんびりと過ごしたテレビくんなんですけど、2月1日から派遣で朝7時前に起きて職場に行くという過酷すぎる環境に身を置くことになりました。でそれでこの木曜日金曜日の2日間テレビくんがどんな感じで労働をしていたのか今日は報告していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。まずどんな職場に行くことになったかっていうと、前にも何回か行ったことのある繁忙期だけの自動車の点検作業の短期派遣ですね。で去年の夏にも3ヶ月間行っていて、でもう顔なじみの職場です。で仕事の初日は朝の6時50分にアラームをセットしていたんだけど6時前に起きちゃいました。で自分中途覚醒をもうバンバンしちゃうん で無職の間はそれを昼寝で補ってたんだけど、今月からそれをしばらくできないの でちょっと体調に不安を感じています。寝れないのって結構きついですよね。おすすめの睡眠法とかあったら教えてほしいです。でそれで朝の支度をして自転車で30分くらいかけておなじみの職場に到着しました。で会社の人たちに挨拶したらもうみんなまた来たんだよろしくみたいな感じで温かく迎えてくれました。でバイトのおじいちゃんが多い職場なんで結構もうまったりな雰囲気の職場なんですよ。で責任者の人とも挨拶してで作業着をもらって着替えてたら朝のラジオ体操がもう流れちゃってて、でまあ普通だったらもう初日から遅れて大変だみたいな感じで慌てるとこだけど、もう自分はもう何回も来ててもう緩い感じの職場だって分かってるんでもう全然気にせずにあやってるわみたいな感じで、まあのんびり着替えてでラジオ体操終わりがけにおはようございますみたいな感じで登場させていただきました。で朝の家を出る時間のその時間配分をミスってもうギリギリに到着しちゃったんですよ。で2日目ももうそのことを忘れてて、でアラームも直さないで行ったんでまたギリギリに到着して、でラジオ体操が始まってから到着しました。でそれでもまあ別にで全然気にせずまた作業できたんで良かったです。で来週からはまあちょっと気にして5分前ぐらいには着こうかなって思っています。でそれで初日の朝礼では責任者の方がまたテレビくん来てくれました、まあ、皆さんも顔見知りだと思うんで、まあ、挨拶はまあいいよねみたいな感じで前に出て挨拶は省略してもらえました。でそんな感じでゆるっと作業に入って、で夏にやってた車のタイヤに空気を入れるっていう作業をひたすら定時までやりました。で部署のリーダーさんともまあ久しぶりみたいな感じで談笑して、で笑いながら作業できたし、でジムのギャルさんにも久しぶりって感じしませんよねみたいな感じで雑談して、で相変わらずゆるい和やか職場でした。で別の部署にもそのおじいちゃんが多いところがあって、まあ、いい意味で昭和感あってみんなまったりと仕事をしています。で喫煙所も外にあるんだけど、もうそこ見たら仕事中どの時間でもそのおじさんがタバコを吸ってるっていう、まあ、のどかな雰囲気ですね。前にいたクソキモブラック企業は休憩中以外の喫煙は禁止されていて、でも絶対ありえないみたいな感じの社風だったんでギャップを感じて面白いです。
ちなみに今回の派遣先ってもう名前を言ったらみんな知ってる大企業 で逆にクソキモブラック企業は本当にもう零細中小企業っていう感じで、もうルールで縛ることの無意味さっていうのを改めて感じましたね。でアモさんとか独身貴族さんとか、もう理不尽な上司がいて派遣の仕事つらいよ、行きたくないよっていう動画をもういっぱい上げてるんだけど、もう自分は全然嫌な人なんて一人もいない当たり職場なんで、もうよっぽどのことがない限りバックレとかせずに普通に3月まで期間満了して、でまた繁忙期になったら来てねみたいな感じになると思います。で昼休憩もリーダーの裁量で本当は45分間の休憩なんだけど、まあ、1時間5分とか取れるし、で10時と3時にも休憩あるんだけど、まあ、本当はそこも15分なんだけど、だいたい20分くらい取れて、でこの20分は勤務時間としてカウントされてるから、もう実質1時間休憩あってもその時給が発生しているっていう、もう神職場って感じですね。で昼休憩はアマプラでダウンロードしておいたアニメを見ながらご飯食べて、で終わったらジョイトイさんの動画を聞いて休憩を過ごして、で午後になったらまたまったり働いて、定時になったらお先に失礼しますって言って帰るっていう2日間でした。で作業も同じことをやるだけで楽だし、で LINE コンみたいに急がなくていいんで、フルタイム労働としてはもう時間の流れはあっという間でしたね。いや本当にもう楽にできる仕事でありがたいです。で強いてきついなって思うことを挙げるなら、おならがしたくてもできないっていうことですね。で無職の時は気にせずにしたい時におならできたんだけど、他人がいる前だとできないじゃないですか。でおならしたいなって思って作業の合間にトイレ行ってもなぜか出ないし、でもう仕事が終わる頃にはもうお腹がガスでパンパンで辛いっていう状況になっています。であと YouTube のこのアウトプットとかアニメ鑑賞も時間的に厳しくなってくるのも残念かなって思っています。あと2日間やってもう足腰がもう腰痛で結構痛いん で帰ってきたらストレッチとシップが欠かせないかなっていう感じで、なかなかなんか労働の辛さを感じていますね。でそれとまあ朝起きるのも中途覚醒でしんどいんだけど、まあ絶対まあ、全然行ったらなんとかなる仕事なんで、3月末まで稼いで寝そべり族の資金を調達していこうと思った動画でした。皆さんの職場はどんな雰囲気ですか？よければコメントで教えてください。最後に X もやっています。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。